とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー20周やっていきたいと思います。タワーもあと残り5日間ぐらいかな。それぐらいになってますね。今回はタワー結構時間かかるんですけども、まあ、YouTube を聞き流しながら、ゆっくりとやっていきます。では、行くぞ。どうだ、まあ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 、とりあえず、いいね、黄金がね、332だね。いい感じ。で、エンチャントはまあ、ちょっと惜しい感じではあるね。はい。次行きます。どうだ？黄金はね、悪くないんだよな。まあまあ、浮遊射撃は。ちょっと微妙かな。昔はね、ちょっと使ってたんだけども、あんまりダメージ出せないんだよな。黄金はいい感じだ。黄金はいい感じ。お願いします。下は、いや、下も良くないな。次は、良くない。全部、ノーマル。全ノーマルだ。どうでしょうか。もう今回はいいぞ。でも黄金1か。しかも旋風よろしくない。輝き1。どうした、黄金いいのが出てこないぞ。ミステリー。おー、まあ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 、かなりカチカチのやつが出たけども、エンチャントは良くない。どうした、黄金が良くなくなってきたぞ。そろそろ来て。ダメか。エンチャが良くないな。闇のアーマー。下はね、まあ、ポーションバリア無謀でね、いい感じかもしんないけども、次。なんか最初良かったんだけどな、調子悪くなってきたよ。どうだ？良くない。まあまあ、ソーブレードはワンチャンあるよ。どう？下はね、まあ、痛みと、重力はいいんだけども、その二つが良くない。ダメだ。そろそろ来た？いやー、いらないね。輝きか。最近はもう点で使ってないですね。これはいらない。まあまあまあ、いいエンチャはついてるけども、いらない。悪くないか。でも爆発か。いや、爆発が、そうね、マルチショットとか、無限だったらよかったかな。いや、貫通3でよかったか。ダイナモついてるからね。惜しい。惜しい惜しい。どう？エンチャは悪くないね。結構攻撃的なエンチャで。悪くないけども、いらない。10回目。10回目です。よくない。どう？連鎖反応か。せめて長弾ついて。ダメですね。こっちは、流れ込む魂がない。後半戦、いっちゃいましょう。これはよくない。バーストゲイルワンチャンあります。どう？ご機嫌なやつが来て。ダメだ。全くご機嫌じゃない。疲れてきた。あと9回行きましょう。よし。まあまあ、トルバは良くない。でもね、ウィザー結構いいやつあるからね、それ以上が難しいんじゃない、出るのは。どう？出た、ソウルフォーカス。前もあったな、そういえば。下はめちゃくちゃいいやつで、なぜか黄金ソウルフォーカスあったね。なんか、デジャブだぞ。もうソウルフォーカスいらないって。どうだ？お、達人の、お、ちょっと待って、チルゲール？惜しい。惜しいなぁ。いや、まあまあ、使えるよ。
でもチルゲールじゃなくてバーストゲールの方なんだよな。バーストゲール違うか。うん、もう一個の方、追い打ちがついてる方だったらよかったな。凍結か。下はね、この攻撃速度が速いやつには結構向いてる。エンチャだね。重力ついてリフレッシュ、追い打ち、クリティカル、悪くないんだ。なぜこっちかな。まあまあいいや、もう一個の方は持ってるしな。達人、ああダメだ。達人はね今激しく欲しいけど、エンチャが良くない。ボーンクラブもいらないね。ボーンクラブってなんか旋風がよくつくんだよな。なんでだろう。惜しい。次はどうだ。お、スポンジ重力。ああ、いやいや、スポンジはもう使わないかな。カウンターでも、やっぱ一発ボコを食らうからね。食らって跳ね返すみたいな感じだから、ちょっと高難易度には向かないんだよね。ソウル系が何もついてない。どうだ？ダメだな。反逆者もちょっと欲しいけども、クールダウンもポーションバリアもついてません。ヘルスシナジーぐらいか。どうだ？黄金がダメだ。黄金がダメ。下の、虚無を上、もしくは、シナジーを上だったらよかったな。惜しいね。まあ、効果力のやつもついてないから、どうかな。まあまあいいや。惜しい。これも、まあ惜しいね。弱体化か。いや、いいよ、いいよ、いいのが突き出したかもしれないよ。そろそろ最高のやつ欲しいな。下は悪くない。下は悪くないよ。でも、ラストラーフっていうのと黄金が良くない。ソウルダンサーいらないね。ダメか。つかないな。どうでしょうか。あーん。下はね、悪くないかな。でも、マルチロール1。いらない。お、重力？あ、これ使える。使える。重力で引っ張ってきて、で、輝きで回復、虚無で、パワーシェイカーのダメージアップ。で、スタン。だね。スタンで敵を、動きを止めることができるので、火ダメ回避になるので、あ、いいね。この凍てつく金属片。これは結構理想的かもしんない。うん。OK。久しぶりにいいのが出たな。ゲットです。残り3回ですけども、残り3回が良くないな、多分。スイフトは、リフレッシュなしで運用する系か。輝き、雷、虚無、重力？いやー、どうなんだろうな。リフレッシュないとね、ポーションバリアがないとさ、突っ込んでいったとき即死するんだよね。おお、少なくなりましたか。はい。では、あと2回です。ラス2、お！いやー、でもな、星よる、痛みの星よるは持ってないな。どう？黄金に旋風がつくともうダメなんだ。ダメなのよ。終わりなのよ。はい。では、ラスト！行ってみよう！ラスト！おっと！でもまあ、バーストゲール一発目からちょっとダメだけども。フルメタル。そしてピンクスコーン。見てみましょう。無謀！あ、無謀ついてる！でも無謀だけか。黄金は？カッチカチだけど、ポーションバリアもクールダウンもついてないね。ダメです。バーストボーストリングはある。ダメだ！はい。ということで、今日は20周なかなか辛かったね。やっていきました。タワーシーズン14かな。もう少し、あります。もうちょっと回っていきますね。
ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。